当館長有馬は、飛鳥時代の貴族。聖は寺家。同族として、日本初期末期、第24の、皇玉天皇3年11月に、蘇我氏のために大胆保山に高削り寺を建てた、長寺家がいる。有馬の名前は、初期末期、第26に引用された、生吉弘則のみに現れる。斎明天皇五年に、検討大使、境辺の岩敷、検討副祉、 津森吉祥と共に渡党した。7月3日に出港し、港南路を取って航行している。8月11日に博多湾を出て、9月13日に九だらの南の島に到着した。有馬は岩敷の船に乗船したのだが、9月15日、その船は逆風で遭難し、大使の岩敷自身は漂着した島の民によって殺されてしまった。残された有馬は、 大使の同族とみられる、境辺の蓮稲積らと共に、島人の船を奪い、逃亡して、葛州に到着し、党の集権の役人によって落葉まで、送り届けてもらった。ただし、大使、福祉ではなかったため、無事長安、洛陽に到着した吉祥らとは異なり、党の皇帝とは越見できていない。その後、吉祥一行は、党とくだらとの戦役のため、 長安に留め置かれて遊兵されている。アリーマラも同様の運命をたどったらしく、彼らが再会したのは、斉明天皇6年10月19日のことであった。その後、11月1日に捕虜となった、クダラの議事王や王族13人、貴族ら37人を目撃している。おそらく、吉祥一行と共に、帰国の途についたものと推定される。山戸の綾氏は、 天武天皇11年5月に自家から連に改正され、さらに発色のせいにより、同14年、畑氏など11の連生氏族と共に意味気を与えられている。ありがとうございます。